はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くためにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、ミロってしますよね。ドリンクのね、ミロですよ。粉末で溶いてね、牛乳とかね、お湯で溶いてるのもミロなんですけどもね、あれのそのミロがですね、貧血にいいという情報をね、いただいたんですけどね、それが今ね、売り切れなんですよ。売り切れ、もうただの売り切れじゃなくてね、結構なね、大事になっててね、びっくりしてます。ミロをね、販売するのはネスレ日本っていうところ、まあ神戸市にあるんですけどね、そこはね、この12月8日、昨日ですね、ココア味の、麦芽飲料、ミロのね、販売を2021年3月まで休止すると発表しました。すごい大事ですよね、ほんまにね。11月の中旬からね、前年比でね、7倍の注文が続いて、供給計画をね、上回ったということでね、出荷がね、追いつかなかったということなんですよ。このね、今年の新型ウイルスの影響でね、そのみんなの皆さんのね、健康志向がすごい高まって、子供の頃に飲んでたのは、僕らの30代、40代のこの親世代と、その子供がね、一緒に飲むというケースがね、増えています。ミロはね、まあ、先ほども言いましたけど、牛乳に混ぜて飲む、その粉末、通常の、ね、商品で、新型ウイルスの影響でね、その家で過ごすっていうその時間がね、皆さん増えたということで、今年の7月頃からね、買う人がすごい増えたんですよ。でね、そんなミロがね、その、まあ、子供向けのイメージがすごい強かったんですけども、大人でもね、やっぱ飲んでもね、やっぱ美味しいやんと、懐かしいなーっていうのがですね、インターネットでね、拡散していたようです。それに対してネスレはですね、ミロの一部の商品をね、販売を9月末に一旦休止して、11月16日にね、販売を再開したんですけども、まあ予想をね、上回る需要にね、対応できませんでした。だからその対応できへんほどね、めっちゃ売れたんですよ。でミロにはね、その鉄とかね、ビタミンとカルシウムっていうのを、ね、すごく含むね、その栄養機能食品として、ね、ミロ活という言葉もね、生まれていましたね。でまたそれに対してネスレ側がね、普段取りにくい栄養素があるので、引用が広がったのではないかと言っています。まあ、鉄、ビタミン D、カルシウムというのはね、まあ、もちろん体にすごくいい大切な、ね、栄養素で、まあ、最初にお伝えした通りですけどね、貧血対策になります。鉄分はね、体の中にね、3グラムあると言われてまして、そのうちのね、約3グラムのうちの約 65% は、血液中の中のヘモグロビンのね、構成成分となって、酸素の運搬というね、重要な役割を果たしています。ほんでね、食品中に含まれる鉄分は、ヘム鉄と非ヘム鉄というのに分けられます。でタンパク質とね、結合して、ヘム鉄っていうのは、まあ、肉や魚などの、ね、動物性食品に多く含まれています。でヘム鉄以外の無機鉄っていうのをヘム非ヘム鉄と言いまして、でこちらは植物性食品に多く含まれています。でそんな鉄分が不足してしまうとですね、鉄欠乏性貧血になります。貧血になるとね、体が重い、息が切れる、顔色が悪い、疲れやすいというふうなね、感じることがね、あります。でそんな貧血予防のためには、鉄分だけをね、補えばいいというわけではないんです。でヘモグロビンっていうのはね、鉄ヘムっていうのとタンパク質グロビンっていうのが結合してヘモグロビンヘモグロビンっていうふうに言います。でそのためね、タンパク質も摂取する必要があるんです。またね、赤血球のね、合成に必要なね、ビタミン B12 とかね、葉酸っていうのもね、十分にね、摂取しましょう。鉄分はね、肉類、魚介類、海藻類、ほんで野菜類でしょ、で豆類に多く含まれています。で鉄分にはね、そのヘム鉄と非ヘム鉄っていうのがね、先ほどあるって言いましたけどもね、まあ、全体的に鉄分っていうのは吸収率がね、低いミネラルなんですよ。まあ、そんなね、吸収率の低い鉄分の中でも、割と吸収率の良いヘム鉄っていうのはね、レバー、魚介類などに、ね、多く含まれます。で一方、割と吸収率の良い非ヘム鉄っていうのは海苔など海藻類に多く含まれています。そしてね、ミロにはね、ビタミン D も豊富なんですけどね、そのビタミン D っていう
ていうのは骨を作ることですごい有名なんですけどもね、最近はね骨だけではなくね貧血にも関係してると言われています。体内のビタミン D がね低下するにつれてね、あの貧血がね高頻度にねこう出現するという報告があって、さらにね透析患者さんではねそのビタミン D をね内服するとですね貧血が回復したという報告もあります。そして貧血つながりで腎臓病にもね関係があるんですけども、腎臓病の方の報告でもビタミン D を内服している方の方が貧血が圧倒的に少なかったようです。その腎臓病っていうのはねその微小な、ね、炎症がねこの体内で起こる病気で、まあ、この微小な炎症がね貧血を起こすことがあります、まあ、体のどっかでねそのすごいちっちゃな、ね、炎症がね起こる病気なんですよ。あのね血液検査でもね CRP やったかな、 CRP が数字が高かったら、まあ、体のどっかで炎症が起こってますっていう風なことを表してます。まあ、ちょっと話はそれましたけどね。でそんなねその微小なね炎症っていうのは造血物質である鉄分ね、血を作るための鉄分っていうのを体の中で、ね、使われるのをね邪魔してしまいます。でこのような微小炎症っていうのをビタミン D は、抑えてくれるようです。でその微小炎症を抑えることによってですね鉄分が有効利用されて貧血が改善するとも言われています。で先ほど言いましたそのビタミン D っていうのはですね、まあ骨でしょ、動脈効果、抗がん作用ね、まあ、様々な作用があってその多面的な作用はねすごい注目されています。でビタミン D はね鮭、イワシ、サンマ、カレー、ブリ、シラスの順番で豊富です。で他にはねマイタケ、ヨーグルト、牛乳、牛のレバーにも含まれています。そして最後のカルシウムっていうのはですね先ほど言いました鉄の吸収を助けてくれます。なので貧血防止に取る鉄分と一緒に食べた方がいいんですよ、カルシウムをね。そしてそんなカルシウムっていうのはね骨と歯の形成に欠かせないものです。しかしねカルシウムはね食べ物から摂取するしか方法がないのでね意識して食べないとねすぐにね不足してしまいます。まあ、妊婦さんの場合はねその赤ちゃんにカルシウムがね移行するためにですね特にね不足しやすくなります。でカルシウムはね体に吸収されにくいのでカルシウムをたとえ多く含む食品をね食べただけではですね増やしていくことがねすごい難しいので工夫が必要なんです。そんなカルシウムっていうのはビタミン D と一緒に摂ると吸収しやすいんです。先ほどのねビタミン D の食材とね一緒にカルシウムを含むね納豆でしょ豆腐でしょなどの、ねまあ、大豆製品ですよ。あとほうれん草、小松菜を食べるとね、まあ、上手に吸収するようになります。まあねその鉄、ビタミン D、カルシウムがね豊富に含まれたミロがね売り切れになった今ですね、まあ、先ほど紹介したそれぞれの食材をね食べることでね補うことができます。まあ、食べ方としてはですね先ほど説明したこれらの食材の中からね、まあ、ご自身で抜粋してもらってねごま豆乳鍋にしてね食べたらいいですね。今の季節にはぴったりですよね。まあその健康志向が高くなってきたということでね新型ウイルスに負けないためにも大切な造血機能として鉄分、ビタミン D、カルシウムがね必要となってきます。まあ全身に栄養を送り届けてくれるその血液っていうもの自体がしっかりしていればそれ自体もね、まあ、感染予防対策とねなるのではないのでしょうか。まあ、そんな感じでねミロの代わりにはごま豆乳鍋をおすすめしますというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。